俺もじゃあ飲んじゃおっかなって。人生終わった。はい、さあ皆さんこんにちは。はい、本日は皆さん僕一人スタートということで、本日も兄にドッキリをしていきます。本日もですね、かなり心臓に悪いドッキリを兄に仕掛けていきますよ。ってことで本日の企画、兄にビールを飲ました直後に運転する自分もビールを飲んだらどうなるのかよ。スーパードライ。はい、本日はこのアサヒスーパードライを兄に飲ませるんですよ。兄がね、このアサヒスーパードライを飲んだ直後に僕も同じアサヒスーパードライを飲むわけなんですよ。運転する僕もビールを飲んだ、助手席の兄もビールを飲んだ、どちらとも免許を持っている。しかし走行不可でございます。本日僕らは帰宅することができなくなるんですよ。兄は今どこにいるのかというと、本日もアパレルバンドの撮影に行っていました。で、僕はですね、兄のお迎えに今来たところなんですけど、あいつの撮影は間もなく終わるわけなんですよ。はい、エムレ、朝から撮影お疲れ様、ビールでも飲んで疲れ取ってみたいな感じで兄にビールを渡します。仕事終わりのビールって美味しいじゃないですか。あいつはね、ごくごく飲むと思うんですよ。しかし兄が飲んだ後に僕も飲むわけなんですよ。これは兄びっくりするよね。お迎えに来た意味がないじゃないですか。兄は朝から撮影で疲れてやっと家に帰れると思ったのに、どっちも飲酒運転状態なので車を運転することができないんですよ。果たして兄はびっくりするのか、思考停止になるのか、皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、皆さん、兄の姿が見えましたよ。撮影を終えて兄は帰ってきました。いや、あいつだいぶ疲れてるな。お待たせしました。お疲れ様。お疲れ様でした。いや、本当お前偉いよ、朝からお前疲れただろ。当たりねえだろ、お前何時起きだと思ってんだよ。いや、今日はちょっと送りはできなかったんだけど、ちゃんとお迎えに来ましたので。ありがとうございました。朝はね、頑張って行ったよ。僕走って行ったから。今日お前走ってたの？そうだよ。ちゃんと行きました。大丈夫です。本日はですね、可愛い可愛い弟から撮影で疲れたお兄ちゃんへのプレゼントがございます。いやいやいや、いらない、マジでプレゼントがいらない。お願い、お前のね、一番の今お礼のプレゼントはね、僕をお家に帰すこと。暖かいお家に帰りたい。すいません、助けて、マジで帰りたい。アサヒスーパードライ。いや、それ言うな。アサヒスーパードライだけど何それ。まあ飲めよ、お前疲れたんだ。飲まねえよ、ふざけんな。お前仕事がお前いいからね、あの疲れたからって飲まねえよ。この後もらったってショート撮るもん。いや、もう今日撮影ないよ。いや、家でショート撮るだろ。いや、それ明日でいいよ、お前。とりあえず、お前、お疲れの一杯やれよ。ダメだって、そんな俺のこと甘やかせんなって今何時よ、お前。やめとけよ、お前。まだ見ろよ、お前。まだ3時だよ。いや、いいじゃん、お前。たまには飲めよ、疲れたんだから。ダメだよ、お前。3時から飲んだろ、お前。飲みたいだろ、お前。3時から飲んだろ。俺運転してやるから今日、いくらでも。当たり前だろ、誰が運転すんだよ。お前が運転すんだよ、俺が飲んだろ。飲むの飲まないの？キンキンだよ、お前。さっき買ってきたばっかだから。ほんとだ、キンキンに冷えたビールだね。ファミチキ食べて気分豪華。車の、ナンバー隠して配置図だけどさ、いいの？まあ飲めって、お前そんな硬いこと言わずに。妊娠中はダメだって。あ、じゃあお前ダメじゃん。やめろ、つまんねえ。マジで？いいの？いや、飲めよ、お前。ごくごく、喉越しを楽しめよ、お前。何ヶ月ぶりだろ、僕。ビールとか。全然飲まなくねえ、俺ら、そもそも。確かにね、マジ最近お酒飲んでないから多分疲れが抜けないんだよ。換気に、逆に俺もバッターってなりそう、なんか今日一日残り。まだ3時だからさ、今飲んだら多分夜の編集とかどうなんの？いやいや、大丈夫。俺が全部やるから、とりあえずお前、俺はね、疲れたお兄ちゃんへのね、ちょっとなんだろう、こうやってね、娯楽を与えたいわけなんだよ、お兄ちゃん。じゃあお言葉に甘えて、はい、失礼します。シャーイニューいきますよ。うわー、うまそうだな。なんかちょっと世間の目恥ずかしくね。いや、助手席だから大丈夫。いやいや、そうなんだけどさ、なんていうの。やっぱさ、僕も免許あるからさ、いくら助手席だとはいえさ、僕も実際にさ、運転する身だからさ、ちょっと恥ずかしいんだよね。もちろん、平気なんだけど、僕が恥ずかしいだけ。いや、いいだろ、誰も見てねえや。左ハンドルとか思われたらどうしよう。あー、ごめんね、これ、右ハンドル。はは。ベルトも出ないような車だから大丈夫。お前次俺のポルシェ侮辱したら、お前マジでお前その缶の中に頭突っ込む。大丈夫、冗談もわかんねえ。なんか侮辱するような車じゃねえだろ、お前。1000万円の車。はぁーでもベルトは出ない。はははは、もう酔っ払った。飲んでからさ、そのテンションになってくれる。おいバカ、やめろよ、お前。俺がこぼしたの服だろ。お前の車汚れてねえよ。道に多少ねえよ、汚れだってねえだろ、お前。ベルトも出ねえような車。お前なんで服にビールこぼすんだよ、やめろよ。あー、うめえな。
こぼしながら飲みるうまいね。やっぱあの CM とかにあるじゃん。ごくごく。喉越し、うわぁ。うわぁ。おい、これシミになるって。帰ったらもう洗濯してやるから。当たり前だろ、お前。酒飲ませたらお前なんだから、お前。後片付けもお前がすんだよ。やべえ、スマホにもこぼしちゃった。でもね、久々にビール飲むとやっぱさ、思いっきりもうなんかもう体中で飲みたいよね。やっぱ口だけで飲むと美味しくないから。体で飲むから美味しいのよ。わかるか、やべえ、酔っ払ってきた。家に帰せ、俺は。早く、あったかい暖炉付きの家に帰せ。あ、暖炉はついてなんかよ。早くしろ。お前さ、一回黙って飲めないの、ビール。ちょ、あと一口飲んだらちょっと一回休憩する。さすがにね、あの、久々に飲むビールなんで、なんか、わかる？ショック。体が今ショック受けてるの。さっきまでね、あの、光浴びながらね。で、パシャ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 、お洋服ね、40回ぐらい今日着替えたんだけど、で、その後いきなりなんか座ったの。座ったのがまず久々なの、今。俺今日一日で初めて座ったの。うん、で、初めてこうやって座って、ね、なんていうの、ボワーンってなってる時に、さらにビールでボワーンってなるから、何？この後の仕事はもう、あの、とりあえず今日できないから、あの、今日お休みでーす。はい、もう今日は仕事しないで飲めよ。うん。俺もじゃあ飲んじゃおっかなって。人生終わった。俺もじゃあ飲んじゃおっかな、ちょっと。俺もじゃあ飲んじゃおっかなって。ああ、やれ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 、はい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 、おい、バカ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 、どうやって帰るんだ、ホタルがバカ、誰が。ああ。飲んじゃった飲んじゃったじゃない、ダメダメダメ、まだまだまだ取り返す、おいいなやめろお前、ウォーキングデッドにさせんな俺を、なあ、俺はウォーキングデッドになりたくねえんだよ、昼間から飲んじゃったよ、おやめろ、マジで言ってんのお前、え、待って、今でどうやって帰る俺ら、ありりんだけどお前、やめろって、もう飲んだんだから仕方ねえだろ、飲んでないで、飲むふりだろ、いや飲んでるよ俺、ま、どうしよう。タクシーで帰るんじゃ。どうすんだお前この車は。大声やべえ。なると思ったよ、こういう風に。お前のことだから何が昼間からプレゼントで。ありえよ、お前。やめろってバカだろ。大丈夫だろ、別に。バカ大丈夫だって。D に戻せ、おい !D にするな、 D がドライブだ、 P だよ、パーキング大丈夫、やめろやめろ、お前。大丈夫、はい、ちょっとしか飲んでないから。はい、ちょっとしか飲んで。はい、テスペレー聞いちゃうで、お前。飲んだ後、お前家まで運転帰ろうとすな、アホだらが、水でした、それは本物のビール、当たり前だろな、お前こんなゲップ出るほどお前飲んでんだから、こっちはビールじゃなくてお水でーす、嘘つけ、信じねえよお前のことだから、サイコパスにも程がある、だろ、水だろ、いるはずだ、はい、皆さんへのドッキリでもありました、実はですね、僕のビールの中身はただの水なんですよ、回ってましたずっと、もう焦ったわ、お前仕事後にお前ちょっと気分ね晴らそうと、お前ねビールでねちょっとリラックスしてる時にいきなり飲もうとすな、でも一応やめとけよお前、ちゃんとこれ洗ったの、いやあのこれ2週間前ぐらいにちょっと宅飲みした時の缶なのでもうボロボロなんですけど、よかったあのご安心ください、一滴も入っていませんので、お騒がせしました、あの僕は今ねほろ酔いの状況でございますけれども僕の弟はねあのイロハソを飲んでるということでご安心いたしました、今日もねあの夢のチャンネルは平和で終わりますね、はい、ということで皆さん、この呆れのない声をただろうお客さん、よろしくお願いします。何で、何でしょう、もうってやってられるか、お前、飲めよ、お前。だろな、お前、水とかで、お前、ふざけんな、お前。何がイロハスだよ、お前。運転中にお前、イロハスだせよ、お前。うん、まぁ、ちょっともう一口。あー、うん、まぁ。はいはい、ありがとう。まぁ、みんなには言うなよ、お前。ちょっとしか飲んでないし、いいよな、別に。ちょっと、俺多分酔っ払ってきたから赤くなってんのかな、これ。あ、切り忘れた。切り忘れた。おぉ、切り忘れたって言ってんだろまあ、一つ言えるのは、俺はね、炎上しない。なぜなら、なぜならね、僕は酔っ払ってるから、僕らの視聴者さんも、酔っ払ってる人に対してはね、多分、なんていうの、敬意があるはず。何許してくれる、やっぱ、しょうがない。僕のね、これ、しょうがないわけねえだろ、お前、何炎上だよ、早く言えよ、それは考えるのは、お前の仕事だよ。だって、僕は今酔っ払ってる。酔っ払ってる人は、ね、何も悪くないの。だって、僕のせいじゃないもん。こいつのせい。でも、お前は、ね、自分をコントロールできなくて、自分で炎上する。だから、自分で何炎上かも考えてから、カメラに向かって、何炎上だよ、つって、ボコンってカメラ壊して、お家に。お前、これ飲酒天井でバレー飲酒天井